ようございます、ペイです。今回は前々からぜひ行ってみたいと思っていた温泉が豊富にある群馬県に4泊5日のキャンピングカー車中泊旅へ行ってきました。事前の天気予報では雨や曇りの予報で空模様はあまり芳しくありません。しかし目覚めてみると雪、おお、これは今シーズン最後の雪遊びができるかもと期待十分。ただしかし、長野県から群馬県にある県境の峠では路面凍結でスタックする車が続出。それでも峠道のあちこちに出てくる温泉の文字にテンションは上がりっぱなし。さあ果たして私たちは今シーズン最後の雪遊びができたのでしょうか。そして憧れの群馬県はどんなところだったのでしょうか。本日は4泊5日のキャンピングカー車中泊旅で巡る群馬県の旅、その初日の模様をお届けします。よろしくお願いします。おはようございます、ペイです。今私たちは長野県の雑工寺パーキングエリアにいます。で、今回は群馬県の草津温泉周辺を3泊4日で車中泊旅をしようと思ってます。まあ予定ですけどね。今の時刻は、午前2時、はい、で340キロぐらいだったかな、走って長野県の雑工寺パーキングエリアに着きました。で、これからこのパーキングエリアで車中泊させていただこうと思います。今回はね、前々からずっと行きたかった群馬県の旅なので、2人ともねすごく楽しみにしてます。じゃあまずはトイレ行きます。息が白い、息が白いね、うん、結構寒いですね。絶対やるよね、これ。今でもちょっと当たる前に分かったわ。そう。あんま自慢にない。もうそろそろ当たるな。いや、分からない。なんかこの触覚みたいなやつ、ちょっと当たりそうと思って。結構走ったな。結構、なんだかんだ言いながらね、行けたね。なんか長野県には入っておきたかった。めっちゃ眠たい。よいしょ。お腹空いてんて。あ、そうか。あ、それでか。お腹減ってんやな。ちょっともう明日の朝やな。なげちゃん、もう時間がないと。明日の朝にしよう。朝食べて、夕方食べて、夜食べるでしょ、あなた。3食ね。でも、今日は、夜はないの。今日はみんな夜食べてないでしょ。おにぎり食べてんの見たの。おにぎり食べとったね。僕我慢してた。そうやな。うなぎは明日の朝にしましょう。はーい。はーい。わかった人。はーい。はーい。じゃあ明日の朝ね。はい。じゃあおやすみね。なぎちゃん。なぎ。おやすみなさい。それはおやすみなさいか。ご飯くれになってね。あー、じゃあ寝ましょうか。はい、あ、じゃあ何時かだけ見せてもらって。2時19分ですね。はい、2時19分ですね。はい。はい、じゃあもう寝ましょう。なぎちゃんも。時計も食べれるぐらいお腹空いてる。うん、うまいな。はい、じゃあもう寝ましょう。はい、で今回はね、初めて群馬県の旅をするんですけど、群馬県はね、前から行きたいなと思ってたんで、やっと行けます。なかなかね、関西から群馬県ってね、結構行きづらくって、行きづらいというかね、時間的な問題ですけどね、かなり距離もあるんで、
思い切れなかったんですけど、今回やっとね行けるんで、すごくねワクワクしてます。うん、キャンピングカーはねやっぱりね、自分でやっぱり足を伸ばそうって決めたらどこまででも行けるんで、やっぱりそれがねめちゃくちゃ楽しいですね。夜が明けたら群馬県に向かっていきたいと思います。すごく楽しみです。じゃあ今夜はもう寝たいと思います。おやすみなさい。明日の朝ごはん大盛りでな。じゃあおやすみ。雪降ってますね。天気予報だとね、雪って言ってなかったんですけどね、雪ちょっと標高が高いんかな、結構雪降ってますね。スタッドレスタイヤ履いてるんで大丈夫だと思うんですけどね、これぐらいだったら。もう予想外ですね。ちょっと驚きました。もう3月の終わりなんで雪降るとは思ってませんでしたけど、やっぱり長野県ですね、さすがに。こんな感じですね。昨日の夜そんな寒なかったもんな。うん、だからまたシェードせえへんかって、また相変わらずシェードサボったら下からふわーってなんか寒かったわ。やっぱりもういい加減に、いい加減にせなあかんもん。そうなって、また布団はね、あのカリフォルニアロール顔見えてるこれすごすぎるありがとうございます。雪がね予想外に降ってて、まあ、雪遊びしたいなってね、前回の動画でももう一回ぐらい雪遊びしたいなとかって言ってたんですけどね、今日もうちょっと無理かなと思ってたんですけど、雪がめっちゃ降ってますね。なんか嬉しいような、ちょっと不安なような、予想してなかった。あ、おはよう。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 ちょっとね、またね、ナギとカライとね、3人で雪遊びが、もしかしたらできるかもしれないですね。まあ、はい。はい。おしっこな。はい。じゃあ、今日もよろしくお願いします。えらい、雪ですよ。やめました。見た？うん。うん。ちょっとすごいな。うん。顔隠してんの今さら今さらお前ね、お前今さら何やってんの。それより俺の飯早くしてくれよ。さっきから朝からずっとお腹すいた。お腹すいた。そんなのあれはな、お腹すいたな、なぎ。あ、怒ってる。なぎ、なぎそれ怒ってんの。怒ってもその程度やでね、なぎは。かわいいね、なぎ。なぎね、怒ってもこれ。そうだね。僕腹立つね、ご飯ないな。昨日からお腹すきっぱなしやわって。まずご飯な、いい加減にしてもらおう。してもらおう。ご飯しよう。お腹減ったな。おはようございます。雪がね、すごいね。すごいですね。びっくりしました。本当にね。天気予報はね、曇りで、結構標高の高いところは雪っ
ていうのは言ってたんですけどね。で、草津温泉に向かってるんですけど、草津温泉は確か標高が1200メートルぐらいのところに多分あると思うんですよ。で、そこは雪っていう風にはね、なってたんで、あ、そのあたり行ったら雪かなと思ってたんですけど、ちょっとね、高速道路からこんなに雪が降るとは思ってなくて、まあ、ちょっとね、事故とかもね、心配だなと思って、なんか、やったらね、放送でね、いろいろ、ここでこう、あそこで、ああ、みたいな感じでね、言っているので、ちょっとね、心配だなと思いながらですけども、出発していきたいと思います。今日はね、草津温泉の手前の道の駅へ行って、そこで、物産館見たりとか、まあ、初めての群馬県なんで、その手前とかでもね、寄り道しながら行こうと思ってるんで、多分その目的の道の駅に着くのは、まあ、夕方とかに、まあ、なると思います。今は、朝のね、8時23分なんですけど、まあ、夕方ぐらいに着いて、ね、そこの道の駅で車中泊させていただいて、明日ね、メインの草津温泉に、まあ、浸かろうと、はい、思っています。じゃあ安全運転でね、本当に安全運転で行きたいと思います。本日もよろしくお願いします。雪ですね。今50キロ規制になってるんですけど、さっきね、パーキングで止まってた時より今の方がちょっと激しい感じがしますね。雪もね、パーキングの時はね、乾いた雪だったんですけど、ちょっと湿気のある雪に変わったみたいですね。だからもう結構ボタッボタッと積もっていく感じになってますね、今はね。母ちゃん、はい、雪です。お、雪男なんかわかる今は長野県の緑湖パーキングエリアかなに、ちょっとトイレ休憩で降りました。この辺りの先のインターチェンジで降りて下道を走っていこうかなと思ってます。道の駅とかを寄りながらゆっくり進んでいこうかなと思います。はい、まあ、せっかくだからね、長野県もちょっと楽しんで行けたらね、ちょうどね、はい、いいかなと思ってます。はい、じゃあ、気をつけて、まずはトイレに行きますでももうすごい、前歯がめっちゃ痛いまたはい、じゃあ気をつけて行ってきます。今あなた何したんですか記念撮影しようかなこのね、カートこれ荷物運ぶもんだと思うんですよ。それをね、乗っていいもんだと思って今乗ろうとしておい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 ってなる本当にね、この人は何するかわからないうわすごいな、うわすごいな、ね、風が強い、めっちゃ寒いですもう本当にこんな雪男こんなに雪が降るとは思いませんでした本当に。キャンピングカーこんなになりましたよ、ね、真っ白になっちゃってライトもついててもついててなくても分かるんですね。え、凍ってるね。あ、みぞれがついてるな、ね、あーもうビーブスの文字もなくなっちゃいましたね。さあ、じゃあ下道に降りましょう。どんな道になるのかわからないんですけど、下道に降りて下道で行きたいと思います。
今下道に降りたんですけどね、あのチェーンが必要とかって書いてましたね。あ、今シーズン初めてチェーン巻くんかな。多分ね、峠を越えないと群馬県の方に行けないんじゃないかなと思うんですよね。どっちにしろそうだと思うんですけど、なのでもしかしたら深い雪になってるのかもしれないですね。まあチェーンね、巻かないといけなかったら巻くしかないね。まあ、多分ね大丈夫だと思いますけどね、今まで巻いたことないんで、ジムニーでも、まあ、大丈夫だと思いますけど、普通の道だったらね、うん、ちょっと様子を見て巻かないといけないかもしれないですね。この信号を右です。できる一人で、手伝うよ。余計時間かかる。一人で大丈夫。気をつけてね、行きたいと思います。この辺はね、初めて来るとこなんで、ね、ちょっとね、まあ散策しながら行きたいと思います。燃料ね、もうほとんどなくって心もとなかったんで、やっとあのガソリンスタンドが見つかりました。でもなかなかね、あの値段をね見ながら、なんか何ですかね、ちょっと境を越えたら安くなったりするじゃないですか。でそれをちょっと高いになるってやってたら、だんだんね、ない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 。あ、でもいいところが見つかりました。燃料満タンにしました。雨にね変わってますね。これからどうなるの、雨かな。でもこっからねまた山を一つ越えると思うんで、まあ一つというか峠を多分越えると思うんで、そこはまた雪かもしれないですね。じゃあ出発します。なぎはさきちゃんちょっと暗い感じ。暗いね、なぎ。クッション加えた。はい、じゃあ出発します。すごい凍結してるわ。止まってるのかな。スタッドレスやけどな、俺。大丈夫。うわー、すごいな。足がガチガチやな。足がすごい。のね、長いトンネルを抜けたら下りでね、いきなりねもう凍結してて、道路がちょっと怖かったですね、うん、車いっぱい止まってたね。その前滑ってたしね、うん、で今はね、なんかなんで止まってるのかが、多分工事、これは工事だと思うんですけど、交互通行になってるのかな。で止まってるんですけどね、おそらくですけどね。さっきはちょっとね、なんかあらの方向で車が止まって、なんかいろんなこんなになって、いろんな方向に向かって車が止まっちゃってて、ちょっとヒヤッとしましたね。対向車のトラックがね、登るのめっちゃ苦労してますね。なんか今よく通ってるんですけど、どうしたんそれ。おまけでくれた、くれはった。
すごいね、よかったね、たまたまなんか峠のお焼き屋さんっていうところがねあったんですよ。で酔ったらすごい良かった、めちゃくちゃ買った、めちゃくちゃ買いましたね、またこれ買いすぎです ね、またたくさん買っちゃいましたね。おいしい、すごいな、こんなとこでも人な、お客さん来はんねんな、おいしいやな。今ね、群馬県に入りました。で群馬県に入った途端にまた舌が真っ白でがっつり凍結してるって感じですね。ちょっと慎重に走ってます。ナギがね、少しだけそうな、多分もともとは道だと思うんですけど、川沿いに道があったんで、そこで散歩しようと思います。始まった始まりましたね、新雪祭りが。投げはもう全然走ってなかったんで、昨日なんか乾いた。いい場所ありましたね。また雪遊びがもう今シーズンこれ最後やな。本当に。よいしょ。よかったね、新雪で遊べて、新雪でめっちゃ綺麗、空気が美味しい、ほんまやな、本当にね、あの今シーズン最後かなと思うんですけど、新雪で遊べるのはよかったです、今回もどうかなとかと思ってたら、昨日寝た時はね雪降ってなかったんですけど、あの朝起きたらね雪がザーッと降ってて、で今は群馬県のちょっと場所はね全然わからないんですけど、峠を越えてる途中なんですけどね、そこにね川沿いにある綺麗な小道があって歩いてきてるんですけどね、めっちゃ綺麗です。はあ、もうちょっと遊んで道の駅へ行きましょうか。本当に綺麗。先輩
まあ雪遊びしてキャンピングカーでまた出発しました。よかったね、雪遊び。すごい楽しかったね。ちょっとでも、ぜいぜい言ってた。重かった雪が。軽い雪じゃなかったんで、足がめっちゃ重かった。そうね。ああ、じゃあここからね、道の駅、目的の、ここからね、最初の目的の道の駅まで 23.5 キロなので、まあまあ、もうそんなに時間はかからないと思います。もう、そこでね、もし、空いてたら食事をしたいなと思うんですけど、今2時半もう過ぎてるんで、多分ね3時ぐらいまでじゃないかなと思うんで、食事はね今回は外では食べれないかな。多分あのキャンピングカーでね、もう夜ご飯と全部一食足り食べるっていう感じになるかもしれないですけどね。じゃあ安全運転で向かいたいと思います。今ね、道の駅に向かって走ってたら滝がね、ありました。すごいですね、こんな感じで。瀬戸の滝っていうみたいですね。あそこにね、すごい面白い山がありますね。おー、パンチパーマ。パンチパーマですか、あれ。違うかな。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は19時間15分です。運転お疲れ様でした。おお、すごいな、ね、これがヤンバダムってことか。おお、すごい、あ、もうそうかって感じ。これ、え、これ道の駅の駐車場やんな。うん、これそうだよ、これやな、うん。あ、めっちゃ空いてるね、めっちゃ綺麗、止めやすいって書いてたしね、うん。母ちゃん、はい、道の駅ヤンバーふるさと館に着きました、はいはい、ここがあの本日の第一目的地です。でもね、驚いたことにね、ここに来るまでに道の駅が一つもなかったな。そのために高速道路を手前で降りたっていうのに結局ね、一つもなかったな。なかったですね。寄れたのはおはぎじゃない、おはぎじゃないわ、おやき、おやきのお店のところでトイレ行かせてもらって、うん、それ以外なかったよね、多分。ああ、なんかちょっとびっくりしましたね。じゃあやっと着いた道の駅ヤンバふるさと館、楽しんできます。行ってきます。